第4ステージは合唱組曲横浜人町未来です。この組曲は1994年に開校135年を記念して、当時の横浜市文化振興財団が市民から詩を公募し、入選作品5作品にマロ先生が女性合唱として作曲をしました。その後、開校140周年にあたる1999年に混声合唱版にして横浜混声合唱団で初演されました。クラシカルポップスという形式で作曲されており、第3ステージに引き続きパーカッションを篠崎悟先生にお願いしています。そして初演団体であります横浜混声合唱団の皆様にも友情出演していただいております。それでは指揮吉田幸子麻呂、ピアノ岩谷直之、パーカッション篠崎悟で演奏します。世界中を歩いてみたいな。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。すいません、ちょっとここで恐れ入ります、業務連絡をさせていただきたいのですが、県庁合唱団団員の OB、OG の皆様、舞台の方へお上がりいただき、ご準備をお願いいたします。第48回サロンコンサートは2025年11月に開催予定です。ミュージカル、ライオンキングなど多彩な演目をご用意いたしております。ぜひまた来年お会いしましょう。それではいよいよ最後の曲になりました。毎年恒例で歌っている思い出のグリーングラスです。今年はマロ先生のご卒業ということで、団員 OB、OG も加わっての演奏です。それではラストコールに行きたいと思います。神奈川県庁合唱団18番中の思い出のグリーングラスでお別れです。
本日はサロンコンサートにおできてありがとうございました。今年は特別な会ということで、まあ、実はと、まあ、皆さんご存知ですね、吉田国丸先生がですね、まあ、本日我が団をご卒業なさると、一口に70年と言ってもですね、私はまだ生まれてませんでした。その頃この団の中でもね、生まれていた人は半分以下かなみたいな。もうちょっといますまあ、いろんなことを教わりました。合唱のことも教わりましたけども、それ以外のなんか人生についてもね、マロ先生から教わったことはたくさんあると思います。まあ、人生が変わった方もいろいろいます。まあ、一番簡単な例ではね、団に入って結婚した先生に出婚が書いてもらった人なんかもいます。で、私事ですけど、まあ、県庁合唱のね、マロ先生に知り合わなかったら合唱の指揮をするなんてことは全然思いもしなかった。それが今指揮をさせて、先生のことをかけたというと本当に今感謝しています。で、そんな先生にですね、団から卒業のお祝いで、花束を贈呈したいと思っています。一言、僕はすぐ長くなる癖があります一言、楽しい70年間でしたね。まあ、県庁は50年ぐらいですけれど、70年のところもありますし、県庁がやっぱり僕が20歳ぐらいの時に、ね、呼ばれて行って、そのから子だけになったっていうのはとても感慨深いです。それから県庁の場合は公務員ですので、神奈川県広いですから、全部が本庁のところにいるわけじゃないんです。小田原市長の方へ行ったりとか転勤があって、でもそこを終わったらまた戻ってきて、または今でもなんか遠いんだけど練習日が火曜日の夜なんですけど、あれ終電間に合うのかなって帰るのにねそのぐらい熱心に合唱を皆さんと、仲間もいるっていうことも大切なことです。合唱する仲間、歌を歌う仲間というのはやっぱり共通しておりますので、そういう意味ではこれからも皆さん音楽を通して歌を通して仲間になってね、お願いしますそれからまた私今年いっぱいで指揮活動は終わりますけれども、まあうちでやれるような仕事、訳詞とか編曲とかそういうのがありましたらどうぞ県庁のためにやりますので、どうぞ。ありがとうございました。長い間ありがとうございます。